皆さん、こんにちは。90年代にグラビアで大活躍し、今やバラエティ番組にも引っ張りだこの雛形あきこさん。俳優の天野ひろなりさんと再婚し、夫婦で出演するバラエティ番組では、夫の天然キャラに注目が集まっていますよね。今回は、そんな雛形あきこさんの結婚歴、家族や実家について調査していきます。まずは、雛形あきこさんのプロフィールからご紹介します。本名、雛形あきこ。生年月日、1978年1月27日。身長、164センチメートル。出身地、東京都江戸川区。最終学歴、東京都立江北高等学校。中退。所属事務所、サンズエンタテインメント。雛形あきこさんは両親と2歳下の弟の4人家族で、実家は印刷会社を経営していたそうですが、雛形あきこさんが10歳の時に倒産。その後間もなく父親が蒸発し、当時住んでいた江戸川区から足立区へ転居することになります。それまではマンション暮らしで裕福な生活を送っていたそうですが、転居後の家は子供部屋もなく、これまでの生活とはガラリと変わってしまったそう。雛形あきこさんは地元の足立区にまつわるエピソードについて、10円ババアと呼ばれる謎の人物についてバラエティ番組で語っていたことがあります。そのおばあさんに遭遇すると10円くれと言われるそうで、子供だけを狙って現れるのだとか、さらに10円を持っていないと罵倒されるそうで、怖がった子供たちは大量の10円玉を持ち歩いていたそうですよ。足立区出身の雛形あきこさんは地元の小学校に通っていました。小学生時代はピアノやダンス、塾など多くの習い事をしていたそうですよ。とてもおてんばな性格で、自転車で走り回ったり男の子とばかり遊んでいたとか。中学校では演劇部に所属していましたが、女優を目指して加入したわけではなく、週に1回の部活動以外は放課後に駄菓子屋へ寄って遊んでいたそうです。中学2年生になると友人に誘われ、劇団東廃のオーディションに応募し、見事合格した雛形あきこさん。入団後すぐに昼ドラの出演が決定し、女優への道を歩み始めることになります。中学生にして芸能界に身を置いた雛形あきこさんは高校へ進学しましたが、当時はグラビアの仕事があまりにも忙しく、事務所と撮影現場だけを往復する日々を送っていたそう。自宅にもなかなか帰ることができず、もちろん学校にも通える状況ではなくなってしまったため、やむを得ず高校は中退してしまったそうです。高校生の頃からグラビアで活躍していた雛形あきこさんは44歳になった今も抜群のスタイルを維持しています。20年以上も変わらぬスタイルをキープする秘訣とは一体何なのでしょうか。砂肝やぼんじりにはまり、焼き鳥ばかり食べていたら勝手に痩せたと発言している雛形あきこさん。食べたら必ず運動をすることも心がけているそうで、カービーダンスで一躍有名になったボディメイクトレーナーの貸木由美さんのスタジオに通ってトレーニングをしているそうですよ。やはり努力なくして美を保つことはできませんよね。日々の積み重ねと努力が何よりも大切と言えます。続いて結婚について見ていきます。雛形あきこさんは1998年5月、20歳で最初の結婚をしています。お相手の男性は11歳年上の CM ディレクター山本和真さんでした。現在の山本さんのプロフィールを見ると、映像ディレクター、 CM ディレクターと記載されているので、CM 制作以外の仕事も幅広く手掛けているのでしょう。山本さんは多摩美術大学グラフィックデザイン科を卒業後、映像制作を行う太陽企画に入社し、 CM ディレクターとしてキャリアを重ねました。雛形あきこさんと婚姻関係にあった2002年に独立して山本和真演出事務所を設立。山本さんが手掛けた CM にアコム、コスモ石油、モード学園などがあります。二人の馴れ初めについては不明でした。雛形あきこさんはグラビアアイドル時代全盛期に多くの CM に出演していたため、その頃に出会ったのかもしれません。雛形さんは結婚にあたり家庭を大事にして、忙しくても家族のために食事は用意したいと話していたようです。夫妻の間には2000年5月に長女が誕生しましたが、2003年11月には離婚。5年ほどの結婚生活でした。破局に至った理由についてはいくつかの見方があります。一つは、
妻が仕事に重きを置きすぎたのではないかというもの。当初こそ家庭を大事にしたいと話していた雛形さんですが、結婚後も芸能活動を続け、出産後もほどなく仕事に復帰しています。ママタレ的な活動も多くなり、仕事を優先する形になってしまったようです。夫の山本さんとしては育児や家事に集中してほしかったのかもしれません。次に教育方針の違い、これは雛形明子さん自身が離婚理由に挙げていたものです。長女誕生後も仕事が多忙だった雛形さんに対して、子供の教育のためにもっと仕事をセーブするよう夫から申し入れがあったとのことでした。最後に雛形明子さんの不貞疑惑、2001年に雛形さんの不倫疑惑が報じられました。もちろん本人と所属事務所は否定。違います、そういうことではなく、お互いの積み重ねです。失敗じゃなかったよねと2人で話しました。一般人である夫の山本和真さんが沈黙していることもあり、離婚の真相は不透明なままと言えるでしょう。雛形明子さんの娘の名前は伊吹さんと言います。親権は父親の山本さんに、監護権は母親の雛形さんにあるそうです。監護権とは心象監護権の通称で、子供を養育する権利を言います。親権は心象監護権と財産管理権に分かれており、この2つの権利者は原則として同一人物ですけれども、例外的に親権を持つ親が多忙で養育ができない場合などは、親権を持たない親の方に監護権が認められるケースがあります。離婚時伊吹さんはまだ3歳、どちらが引き取るかについては最後まで決着がつかなかったそうで、雛形明子さんと雛形さんの実母が養育することで収拾したとのこと。このことから現在は雛形さん、山本さん夫妻と母親、伊吹さんの4人暮らしと思われます。雛形明子さんはまた2018年こんな母親の顔を覗かせていました。今年娘は18歳ですけれど、素直に育ってくれて、来年大学受験を迎えますが、私も夫も経験していないので、どうアドバイスすればいいのかわからなくて、娘には一人でいろいろ選択させてしまうことが多くて、大変だとは思いますが、彼女が後悔することのないよう、サポートできることは何でもして、応援したいと思っています。伊吹さんは母親に似て美人で、芸能界入りするのではないかと囁かれていますが、残念ながら本人は芸能界に興味はないとのこと。雛形明子さんは元グラビアアイドルとバラエティ番組のイメージが強いですが、中学生から女優として活動してきた経歴の持ち主、女優業でも一層の活躍を期待したいですね。そんな娘さんも2020年成人を迎えました。娘さんは現在の夫天野博成さんとの関係も良好のようで、成人し一緒にお酒を飲んだ時には夫はとても喜んでいたそうです。これからも家族の絆を大切に幸せに暮らしてほしいですね。今回は雛形明子さんの結婚歴、家族や実家について調査していきました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。